非常に分かりやすい行動だと思うんですけども、あなたの本性が見抜かれてるんですね、その方にね。死にたいことが問題ではないはずなので。ダーちゃんさん29歳、男性。同居家族が自殺未遂の真似事を繰り返しています、うん、本当に自殺するのではなく、とにかく家族の気を引こうという魂胆が見え見えで嫌になります、うん、今はとにかくスルーしています、うん、どうしたら良いのでしょうか。まあそういう態度を取るから気を引こうとするんですよね、おそらくね。だから基本的には構ってほしいとか、ちょっと話を聞いてほしいとか、優しく接してほしいとか、そういう感情の表れとして自殺の素振りを見せたりするっていう、非常に分かりやすい行動だと思うんですけども、質問された方はそれが全く分かっていないっていうところが問題なんですね。だからもっとコミュニケーションちゃんと取ってほしいと思うし、もっとその人に寄り添うと、そういう行動っていうのは減っていくと思いますね。すぐになくなると思いますけど、私はちゃんと寄り添えとね、なんかそのうぜえとかめんどくせえっていうふうに思うと、それがノンバーバルに非言語的に相手に伝わるから余計ひどくなるんですね。そういう自殺未遂の行動じゃなく、老人の暴力とか暴言とか問題行動も同じですね。認知症だから言葉分かんないだろうと思うけども、冷たい態度を取れば取るほど暴力行為とか悪化していくんですね。親切に親身に介護するとピタッと止まったりするんですね。同じですね。だからあなたの本性が見抜かれてるんですね、その方にね。なのでもっと優しくしてほしいわっていうサインとして、もっと自分のことを気遣ってほしいわっていうサインとして、自殺未遂であるとか問題行動とか性的奔放っていうのがあったりしますね。なんか見せつけのように性的な行動を取ったりとか、あと自己破壊行動ね、ベロベロに酔っ払ったりとか、いろいろ人によっては相手の気を引く行動のパターンっていうのは違うんですけども、リストカットとかもそうですね。だけどそこには何らかのメッセージ性があるはずなんですね。これ見逃しにやるわけだから、そうじゃないと知らないところでやればいいだけの話なわけでしょ。だからそのメッセージを読み取らなきゃいけなくて、あなたはそれを読み取れてないという現実があるから、それが繰り返されて起こってるんですね。なのでもうちょっとよく話し合ってみるというか、何が困ってるのっていうことを聞いてみたらいいと思いますけどね。死にたいことが問題ではないはずなので。だけどそういう人っていうのは言語化能力が低いんですよ。わかりますかね。言葉で言えないから行動で表しちゃうわけでしょ。そういう稚拙ったら悪いけども、子供がおもちゃ買ってほしい時に泣くのと同じですよね。なんかそれを行動にすれば動いてくれるというふうに思うっていう、それと同じような反応なわけです。だからちょっとじっくりと話してほしいんだけど、話してもうまく言葉にはできないから、そういう行動を取っちゃうのでちょっと難しい部分はあるんですけど、とりあえず聞いてあげるだけでも、この人聞いてくれるんだっていう部分で安心感っていうのが得られるんですね。問題行動や自殺未遂のような行動っていうのは、何がしかの不安や心配や、あるいは依存心や、そういったことのね、表れとして起こってくるので、もうちょっとコミュニケーションを多く取っていくということが大切ですね。うぜえわこいつと思えば思うほど増えてきます、間違いなく。して今そういう状態にあると思うので、そこをどっかのタイミングで腹を割って話すような形で切り替えていてほしいなと思います。あとですね、そういう自殺未遂みたいな行動っていうのが、例えばリストカットみたいなのとか、見せつけでやってるわっていう風にして、この人絶対自殺しないわっていう風に思ってる人を長期で見た場合、かなり高い確率で本当に死んでるっていうのが一般的な研究でたくさん出てますね。どのくらいの割合っていうのは分からないけど、 15% とか 20% とか、5年10年で見た場合、10人に1人以上の確率で、その軽微な自殺未遂ですね、リストカットのような、なんか首を絞めるふりをしたりとかね、なんかそういう行動をするような人は絶対自殺しないだろうと思うけど、長期で見ると少なからぬ割合で自殺に至ってる、間違っちゃって死んでるかもしれないしね、その本人は死ぬつもりじゃなくても、そういうことも含めてかなり危険な行為というふうに言われてます、精神医学的にはね。だからあんまりその油断しないで、気を引こうと思ってただやってるだけじゃんと思うけども、何十回もやってるうちに間違って死んでしまう場合っていうのもあるので、早めに親身になって話を聞いてあげたりしてほしいなというふうに思いますね。死にたいけど死にたくないという心理とは。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、今日は北海道鶴居村からお届けしています。質問いただきました。自殺さん44歳、女性。私はいつも元気で明るく大笑いをし、その場の雰囲気を明るくするとみんなに思われていますが、実は鬱なんです。今かなり落ち込んでいて、絶望を感じて死にたいと思い、 Google でこの方法で死ねるのかと検索しました。検索し、そこにもし助かった場合、後遺症でよりひどい状態になると読んで嫌だと思いました。結局私は自殺未遂をし、みんなに気づいてほしいんだと思いました。こんな風に思う私、どんな心理が隠されてるんでしょうか。死にたくないけど消えてなくなりたいです。死にたいけど死にたくないという、この真逆の精神状態っていうのが同時に共存するということなんですけど、これを心理学でいうところのアンビバレントっていう言葉で表現されますね。アンビバレントっていうのは、例えば恋愛の場合、好きだけど嫌いっていうね、この人大好きなんだけど憎たらしいみたいな、そういう心理ってわかるんじゃないかなというふうに思います。
こういうふうに人間の心の中には真逆な状態っていうのが実は共存し得る、併存し得るということなんですね。だから自殺を考えている人、死にたいっていうふうに思ってるかもしれないけども、それとは真逆に、実は本当は死にたくない、誰かに助けてほしい、できれば相談に乗ってほしい、できれば止めてほしいという気持ちが必ず併存していると言っていいでしょう。もし併存してないとしたら 100% 死にたいになっちゃってるので、そういう人っていうのはもう完全に死んでるはずなんです。すでにお亡くなりになっている可能性が高いですね。ですからどこかで踏みとどまっているという部分は、やっぱりその死にたいという気持ちと死にたくないという気持ちを心の中で綱引きをしているという形であり、少なくともその死にたくないという気持ちがやっぱりある程度あるから、なんとか自殺をしないで踏みとどまっているということが考えられますね。ですからこの死にたいという気持ちと死にたくないというこの真逆な感情、気持ちというものが心の中で併存するというのは実に当たり前のことであり、むしろ当然そうなるべきものであるということなのですね。やはり私の場合、たくさんのこういう死にたいという自殺燃料を抱えている患者さんと今まで数え切れないぐらい接していますし、実際自殺未遂で救急車で運ばれてきた患者さんを診察するということも非常にたくさん見ています。共通して言えるのはですね、後から例えば1週間後とか、あるいは1ヶ月後とか、あるいは3ヶ月後とか、あるいは半年後とか、その後通院していただければね、何ヶ月か後の状態でその自殺未遂を起こした時の状態とかを振り返ってもらうと、ほとんどの患者さんはなんでそんなことしたんだろうと、今だったら絶対考えられないのと、あの時の自分は自分じゃないみたいだとか、何かに操られてたというか、本当に何かこう霞がかかったようでよく思い出せないという方もいらっしゃいますし、なんであんなことしたんだろう、なんであんな考えに支配されてたんだろうみたいな風に振り返る方がほとんどですね。半年経ってやっぱり私は死にたいという気持ちは分かりませんという方も稀にはいらっしゃるんですけども、ほとんどの方はなんであの時あんな考えに支配されたんだろう、なんで自殺未遂なんかしたんだろうっていう風に、つまりその時の感情や気持ちというのは自分の本来の気持ちや感情じゃないという風に後から回想されますね。自殺したいという人はその瞬間においては、これは私がもうずっと考えて決めた決断ですっていう風におっしゃるんですけども、半年経って聞き直すと、いやそうじゃなかったっていう風に思い出されるわけです。どっちが正しいのでしょうかということですね。死にたいという気持ち自体が一つの脳のエラーのようなものなのです。人間というのは、生物というのは本来自己保存の法則といってですね、生きるということが当たり前の状態、それが脳の疲労なりストレスなりいろいろ追い込まれたような状態、切迫した状態になった時に、そこから逃れたいという心理が優勢になってしまい、生きるか死ぬかという二者択一の中で死にたいという感情がね、湧き上がってくるということでね、脳のエラーですよね。わかりやすく言うと、パソコンで言うとフリーズした状態です。パソコンがフリーズした状態で再起動したら普通に使えるようになりますよね。けど自殺するっていうのは、パソコンがフリーズした段階で、このもうパソコンはもう使い物にならんから捨ててしまえっていうのと同じです。パソコンがフリーズした段階で捨ててしまう人は現実社会においていないと思うんですけど、自殺するっていうのはそのぐらい極端な話というか、もったいない話というか、再起動すれば元の状態に戻れるのに、いきなりパソコンを捨ててしまうという極端な行動なわけですね。ということで、死にたいけど死にたくないという心理というのは、非常にこのよくある心理状態というふうに言えますので、それによってこう自分を責めたりねするというようなものではない。逆にその自分の中での死にたくないという気持ちを、もし今ねこの動画を見てる人で死にたいというふうに思ってる人がいた場合において、やっぱり自分自身の心の中をちょっと観察してみると、やっぱり死にたくない自分っていうのもいると思うんですよね。そういった場合において、誰かにやっぱ相談してみるとか、あるいは相談じゃなくても、今死にたいと思ってるんだってことを他の人に打ち明けてみるだけで、実はものすごい精神的に軽くなったりですね、ほっとしたり安心したりするということができます。それを私はガス抜きの効果っていうふうに呼んでいますけども、心の中にそういうストレスやネガティブがどん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 溜まって、爆発寸前まで行きそうになった時に、人間っていうのは死にたいという風な感情を持つんですね。だからそのガスを抜いてあげるっていうだけで、気分っていうのは楽になります。多くの人はね、私がよく患者さんとかに、なんか困ったことがあったら相談したらいいのに、誰かに相談しなさいっていう風に言うと、ほとんどの患者さんは相談しても解決する問題ではありませんっていう風に口を揃えておっしゃるんだけど、相談っていうのは解決するための方法ではなく、ガスを抜くための方法です。だから解決しなくていいんです。例えば借金1000万円を背負って、私は死にたいですっていう方が精神科に相談して借金が帳消しになるってことはありえません。だけどそこに来て話す、わーっといろいろ30分か1時間ぐらい話すだけで、ものすごいスッキリとした表情で変えられるということがあります。それはガスが抜けたからですね。だから相談するっていうのは、そのように物事を解決する方法ではなく、ガスを抜くという方法ですから、もっと気軽に相談したり、逆に言うと毒を吐くというか、自分の中のネガティブを外に吐き出すというか、ガス抜きをしようということで、他の人に話してみるっていうふうに言った方がいいのかな。相談
談しようというよりは他の人にちょっとあなたの気持ちを話してみる、打ち明けてみるっていうねことをするだけで、その死にたいという気持ちはものすごく軽くなります。ほとんどの自殺する方って自殺既遂、自殺で亡くなる方の3分の2っていうのは誰にも相談しないでいきなり自殺するというふうに言われていますね。だから誰にも相談しないで一人で抱えることで死にたいという気持ちがどんどんね本当は大きくなってしまっているんです。なので誰かに相談したり話したりすることでそれっていうのはスッと抜けていく。あなた自身も実は本当は心の中では死にたくないという気持ちがあるはずなので、もしそういうものがあるのであれば誰かにその気持ちを話して、死にたいという本来はエラーである脳のサインのガスを抜いて、毒ガスですね、ある意味ね、毒ガスをこう抜いてあなたの心を健全な状態にする。そして死にたいという気持ちよりも生きたいという死にたくないという気持ちを育ててあげるということをねしてほしいなというふうに思います。という形で死にたいけど死にたくない、その死にたくない気持ちっていうのがとても大切なあなたの中で今のあなたを支えている感情なのでね、その気持ちとても大切にしてほしいなと思います。精神科医カバサワシオンのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。死にたいと思っている人に言ってほしい言葉。浅野さん、ずっと起死燃料があったうつ持ちです。辛くても思考を生きるに切り替えたら、ある時ふっと起死燃料が消えました。今でもうつは辛いですが生きています。生きているってことは、まあ、素晴らしいことですね。死にたいというふうに考えている方ってのは予想以上に多いですよね。まあ、自殺で亡くなる方が2万人、自殺未遂で救急車で運ばれる方が年間20万人、自殺未遂で救急車で運ばれない人はおそらく100万人に対して、自殺したいけどしてない人というものがその数百倍いるとしたら、 5% ぐらいの人が、まあ、死にたいという気持ちを持っていたとしても不思議ではない統計があります。死にたいのの対処法というのもカバチャンネルで今まで何本も上がってますけども、改めてねやっぱりそういう人が多いので、新年早々死にたいふうに思ってる人もいると思うし、まあ、周りが浮かれた雰囲気になればなるほどそれと対照させて自分自身の落ち込みというものが強くなる方もねいらっしゃるので、ちょっとそういう話をしようかなというふうに思いますけども、死にたいという、なんで自分は生きてるのが辛い、こういう不幸な目に遭ってしまって死にたいというふうに死に注目すればするほど死にたくなりますね。脳は何かに注目するとその情報ばっかり集めてきますので、死にたいっていうことをつぶやいてしまった瞬間に、自分の死にたい理由とか自分が調子が悪い部分とか自分のマイナス部分とか自分の欠点とか自分の過去のネガティブな体験をどんどん頭の中から探し出します。あるいは自分の周りから探し出します。あるいはネットを見てでもそういう死にたいっていう自分と同じような気持ちを持っている人を探し出して、余計死にたくなっていくというふうになりますよね。だから死にたい人にやってほしいことは生ですね、生きる、死と生ですよね。死と生というのが大切だから、生、生きるっていうことにちょっと注目してみたらどうでしょうかっていうことですね。生きるに注目するっていうのは難しいじゃんって言うけど、簡単なんですね、それは。で、例えば今こうやって青空がすごい綺麗なんですけども、ああ今日は青空が綺麗だなっていうふうに思うってことはとても大切なんですよね。なぜならば今日今この青空がすごく綺麗だなっていうことは、自分が生きてるからこそ初めて思える感覚であり、死んでたらそうは思わないですからね。だから何かこの爽やかだなとか気持ちがいいっていうこと、まあこれセロトニン的な幸福っていうふうに私は言うんですけども、それっていうのは言い換えると生きる喜びであり、生きる幸せであり、生きる幸福なんですね。でこうやって深呼吸すると、北海道の空気って美味しいな、いや本当にこの爽やかで清々しく生き返ったような気がするわみたいなことを言ったりしますけど、生を感じてるんですね。気持ちがいい、清々しい、この健康を実感する人は生を感じ取れるわけですよ。一方でまあ病気が悪くて具合が悪くて寝転がって、あ今日も調子悪いわ、新年早々何もしたくないわっていう人もいるかもしれないけども、そういう人もちょっと外に出てみるとこうやって青空があるかもしれないし、下ばっかり見てるとこれだけ素晴らしい青空があっても全く気づかないかもしれないけど、上をちょっと見上げてみるとですね、今日雲一つない空だわ、気持ちがいいわっていうことは、いつも死にたい死にたいと考えてる人、あるいはうつ状態の人、あるいは仕事なんかでお疲れモードな人、あるいはもう人生俺はもうやだと思ってるような人でもね、ああ青空が綺麗だな今日はっていうのは思えるのではないでしょうか。難しい人もいるかもしれないけども、そこに生の喜びというのがあるんですね。青空が綺麗だというこの生の喜びですね、まあ、あと例えば何かちょっと運動した後に汗を流した気持ちがいいわっていうのも間違いなく生の喜び、生きてるからこそ運動できるし活動できて喜びだし、あるいは何かお正月におせち料理を食べて、ああ美味しいわ、あるいはお雑煮なんかを食べて、ああ美味しいわ、ね、食べて美味しいわ、美味しいってことを味わうということも、これもまた生きてるからこそ、あるいは健康じゃない人は何食べても美味しくなくなったり食欲もなくなってきますから、美味しいわって食べられるっていうことはあなたが生きてるという証であり、
あなたが健康であるという証であるんですね。今1月2日にこの動画撮ってますけども、まあお正月三が日を見てもですね、外出れば青空があるかもしれないし、なんかテレビか特番か何か見て面白いっていうふうに思えば、またそれも生きてる証ですね。そういう日々の中で気持ちがいい、清々しい、美味しい、楽しいっていうものが必ずあると思うんですけども、その瞬間が生きてるっていうことなんですね。で、一方で苦しいこと辛いことっていうのがもちろんあると思うんだけども、苦しいこと辛いことを注目すると、これも苦しい、これも苦しい、これも辛い、これもダメだ、俺は何もできない、仕事もできない、家にこもってばっかりだ、ダメだダメだ、死にたいってなってくるので、苦しい数を数えていくと最終的に死にたくなります。全ての人は自分の生活、自分の人生、自分の行動、自分の過去の中で苦しい部分だけをコレクションしていくと誰でも死にたくなります。しかしながら、さっき言ったように、今日は青空が綺麗だわ、あ、今日は空気が気持ちがいいわ、今日は朝ごはん美味しく食べれたわっていうポジティブなプチ体験をコレクションしていくと気分は明るくなっていくんですね。楽しいことを数えると気分は明るくなり、辛いこと苦しいことを考えると気分はどんどん落ち込んで死にたくなっていくんですよ。あなたはどちらをしたいですか？もちろん死にたい人っていうのは自然と嫌なことやネガティブなことが思い出されてしまうので、それはある意味しょうがない部分があるんだけども、ちょっとでもこういうふうな青空があった時に、あ、青空が綺麗だなって一言言ってみる、空気が美味しいな、すがすがしいなって一言つぶやいてみると、あなたの脳はそういう楽しい情報を一気に集め始めます。これが言語化の魔力ですね。人間の脳っていうのはどっかに注意を向けるとそこで情報を集めるように作られていますので、死にたい人に一言言ってほしい言葉、これは青空が青くてすがすがしいわ、この一言をね言ってほしいなというふうに思います。その一言からちょっとだけでも気分が、さっきここだったのがちょっとこれだけでも上がるだけで、死にたいっていう気持ちがちょっとでも緩和するということで死なない状態になっていくのでね、まあ、そういう死にたい気持ちとか鬱の状態っていうのは、そう一朝一夕に急に良くなるものではないですけども、何度も言ってますけど、ちょっとずつでもいいので、昨日よりもちょっとでもいいので、もう1ミリでもいいので良くなれば、それ10倍すれば1センチで、それ100倍すれば1メートルになってきてて、どん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 こうどんどんこういいね階段というか、そういったものが上がれるので、そのためには今日は青空が青くて気持ちがいいわという言葉をね、ぜひ言ってほしいなと。言葉に出して言わないと頭の中で思うだけでは弱いので、言葉に出して言うということで、言語化の魔力であなたの気分はものすごく楽になっていくと思います。今日の動画はいかがでしたか？あなたの感想をコメント欄に書いてみよう。アウトプットで記憶に定着する。